もう決め文句なんだけど君たちはラッキーだ。僕がこれから話するのは学校では絶対教えてくれない話をします。お金を稼ぐ方法と夢を叶える方法、この2つだ日本仕立てなんでお金を稼ぐ方法を僕が言えるかというと、僕は営業という仕事をずっとやってきました。営業なんで、交渉するとね、お客さんとか社長さんとか行って交渉して商品をずっと売ってきました。で、彦根に戻ってきて僕は太陽光発電の会社を立ち上げて、その太陽光発電を交渉術でずっと売ってきた。だけど10年ぐらい経ってきたら、その交渉術では売れなくなっちゃった。で、どうしようって悩んだ結果、僕は広告に目を向けた。だけど前評判として、太陽光のような高額商品っていうのは広告では絶対売れないって言われたの。周りからみんなから大反対された。だけど僕はそれを全部ぶち破って広告で売ることに成功できました。交渉術で10年、広告で10年、合計20年間ずっと売り続けて稼ぎ続けることができたから、お金を稼ぐ方法っていうのをお伝えできます。で、もう一個、夢を叶える方法なんだけど、僕は大人になってからね、一つ夢があった。何かっていうとね、これ持ってるね、本、商用出版ってやつだ。本を出したかったの、自分の名前で。その夢が叶って2018年1月13日に全国の書店で発売になりました。ダイレクトレスポンス広告っていう、さっき僕が言った高額商品を広告で売る方法ね、ビジネス本ってやつ。おかげさまでアマゾンランキングは広告さんで言うもんでも第2位までいった。で、レビューがね、今星が 4.8 で27、レビューが20以上あって星が 4.8 って結構すごいね。すごい高評価をいただいています、で、今さらっと本出しちゃいましたって言っちゃったけど、実は本出すってすげえ難しいのよ。本出したい大人山ほどいるんだけど、ほとんどがそれ出せない。で、どれぐらい難しいかっていうと、本出せる人って日本では2万人しかいないと言われてるわけ。1億2000万人いるのによ、日本人は。単純計算したら6000人に1人しかいないわけ。僕はそのなかなかできないということを達成することができたから、夢を叶える方法を語れる資格があるかなと思って今から言います。お金を稼ぐ方法と夢を叶える方法はね、日本仕立て、教科書には絶対載ってないから。で、いいなと思った話、面白かったなって話はぜひ持って帰って、今日お父さんお母さんにシェアしてあげても、絶対いいことあるから。じゃあ早速いきます。お金稼ぐ方法、お金稼ぐ方法がめちゃくちゃいっぱいある。実はいっぱいあるんだけど、さすがにそれを全部言う時間がないから、大切なこと2つ言う。原理原則だ、2つ。まず1つ目、お金稼ごうと思ったら大人の話は信じるなってこと。大人の話はね、まともに聞いたらいかんよ。基本的には疑ってかかった方がいい。なぜなら君たちの時代には合ってない可能性が高いから。僕の時代でも、僕は、お金稼ごうと思ったら営業上手くなれって言われたの。営業が上手いやつがお金稼げるって言われたから。だから実際僕の上司とかでもね、すごい額を稼いでたわけ。俺もなりたいと思ったから。で、その交渉術を磨きに磨き上げた。僕は全国で300人以上営業マンの中でトップ5に入るぐらい、もう交渉術ってめちゃくちゃうめえんだよ実は。だけどそれが時代の変化とともに役に立たなくなった。無敵だと思っていた交渉術が使い物にならなくなったわけ。だから広告に目を向けてやるんだけど、普通の広告なんかやっても売れるわけないのは知ってたのよ。だからアメリカのダイレクトマーケティングっていう知識を使って誰も見たことがない広告を作ったの。そしたらさ、最初にそれを見た人たちが、こんなにうまくいくとは思えないなとか言って否定してくるわけだだからね、新しいことやろうと思ったら否定してくる反対勢力が生まれるっていうのを覚えておいた方がいい。で、そういう反対勢力ってちなみにどういうやつらかっていうと、知識量が低かったり昔の考えに縛られてるやつらだから。俺はそういうやつらをね、ゾンビって言ってんだよゾンビがね、やめとけやめとけって言ってくるわけだだから君たちも新しいことやろうと思ったら、そのゾンビに負けたらあかんのよ。でもそのゾンビも一見正しそうなことを言ってくる。何かっていうとね、代表的な例で言うと一生懸命頑張りやと、頑張ってたらきっといつかその努力が報われるからって聞いたことあると思う。全部嘘やからねそんなもの信じたらあかんよ。努力っていうのは正しい努力じゃないと報われない。間違った方法で頑張っててもどんだけ知恵度吐いてても絶対報われないもんね。
そうやって大人たちゾンビたちっていうのは間違った情報をなんか知ったかぶして言ってくるから、そういう間違った情報振り回されたらあかんの。代表的な例で言うとね、スターバックスコーヒーとか iPhone とかそう、あれがアメリカから日本に入ってくるとき、大人たちみんな何て言ってたかって言ったら、あれは絶対失敗するって言ったんだよ。日本では絶対普及しないと。だけどどう見てみてでしょ、大人の話ってそんなもんよ。信じたらあかんのよ。だけど大人の話全部否定しろって言うわけじゃないのよ。まだ君たちは子供だから、あのお父さんとかお母さんとか学校の先生っていうのは基本的に正しいことを言ってる。君たち良くなってほしいと思ってるから、嘘もつかないし騙そうともしない。だから一旦それを全部受け入れるのよ。はいはいとか言いながら終わらしたーとか言うのよ。だけど心の中で今だったらもっと他にいいやり方があるんじゃないかなって言って疑ってかかってほしい。なんでかっていうと、今の時代変化は激しくて早いから。10年前これが常識で普通だって言ってても、今見たらこれは非常識だから。だからきっと今これが成功だ、成功法則だって言っても、10年後きっとそれは非常識って言われて古臭いんだよって言われちゃうんだよ。実際さ、10年前君たちのお父さんお母さんは iPhone 持ってなかったと思う。10年前の iPhone の普及率は 3%、 そうそう 3% なんだ。 97% の人間はガラケーなんだよ。それぐらい変化激しいんだよ。今みんな iPhone でしょ、あ iPhone というかスマホでしょ。それぐらい変わるので、大事なことは勉強って結構大事だ。だから勉強して自分の知識量をアップしていかないと自分がゾンビになっちゃうからね。新しいことに挑戦しようとする人たちに、もうやめとけやめとけっつって自分が足引っ張る立場になっちゃうから、だから結構勉強って大事。続いてお金を稼ぐ2つ目、ちょっと時間がないからもっと早く言うあのね、本格的な話、お金稼ごうと思ったら心理学を学ぶ必要がある。心理学だ。で、心理学って何ですかって言われたら、相手の気持ちが分かることね。相手の心の痛みが分かってあげるっていうのが大事で、実際例えばお金を稼ぐ、あお金をいただくってことだから、じゃあ人はお金を払うとか言ってるってことでしょ。人は何に対してお金を払うのかってこと。どんなサービスや商品やものに対して人はお金を払いたいと思うのか、何だと思う。人は何に対してお金払うのか、まあ、もう答えズバッと言っちゃうと、人は変化に対してお金払うの。変化だ。可愛くなりたいとか、かっこよくなりたいとか、賢くなりたいとか、今よりもお金を増やしたいとか、時間を短縮したいとか、そういうことに人はお金払うの。じゃあお金稼ごうと思ったら、人に変化を与えれる人間にならなきゃいけないわけだ。じゃあどういう人間なら人に変化を与えることができるかっていうと、100人に1人の逸材だったら変化を与えることができるって言われてるわけ。100人に1人だ。5人に1人、10人に1人ってのはダメだよ。そんなのは雑魚やからね。ゲームでいう雑魚キャラ、そこら状態の雑魚って。だから雑魚になったらあかんのよ。まず100人に1人のレアものになる。じゃあそのレアものになるためにはどうしたらいいんですかって言ったら、1万時間の法則っていうのがあって、1万時間1つのことに追求してやったら100人に1人の専門家になれるって言われてるわけよ。でも1万時間って結構大変、大変そうに思えるでしょ。でも1日5時間やってたらたった5年でなれるから、たった5年で専門家だ。そうやって100人に1人から1000人に1人になって、1万人に1人になって、目指すは100万人に1人っていう超レアモンスターになるわけだ。またモンスターって言っちゃったけど100万人とオリンピックで金メダル取れる級だから、そしたらファンが1万人ぐらい入れるから、月々840円もらうだけで年間で1億円稼げるようになるわけだ。分かりやすい例で言うと YouTuber だと思う。 YouTube 君たちも好きでしょ。俺も好きだから毎日見てるんだよ。その好きな YouTuber の登録者数って見たって、そいつが100万人突破してたら、そいつは YouTube で1億円稼いでるからね。80万なら8000万だ。登録者数かける100件だ大体。そう思うと夢があるよね、 YouTuber ってで YouTube ってちなみに10年前それではお金は稼げなかった。それぐらい変化が激しいと思う。続いて早速もう行く夢の叶え方。すげえ簡単な方法一つある。何かっていうと、夢や目標を紙に書くってこと。ただ書き方にもコツがあって、僕は〇〇になりたいですって書いたらあかんねん。それじゃ弱すぎるから、僕は3年以内に〇〇になってますって言って期間決めて断言するの。そしてその書いた紙を机の前に貼ったりとか、カバンの中に入れたりとか、寝る前にいつも見たりして自分のモチベーションを上げていくわけ。なんでそんなことするかっていうと、人は忘れる生き物だから。忘れちゃうんだよ、夢や目標ですら。だってそうでしょ、君たちも3日前食べた晩ご飯もう何食ったか覚えてないでしょ。それと一緒夢や大切な目標も忘れちゃうんです。でもさ、言っちゃおう、
神に書いただけでは夢は叶わへん。神様に念じてるだけでは目標は達成できひんねん。何が必要かっていうと行動が必要です。行動と戦略が必要。僕の例で言うと本を出したいって夢があったと。それをさ夢ノートに本を3年以内に出版しますって書いても東京の出版社からオファーは来ねえんだよ。だから東京の出版社からオファーを来させるために僕はいくつも仕掛けを作った。2つや3つじゃないよ、めちゃくちゃいっぱい作ったから。それを全部実行してた。そしたら合計3社からオファーが来てそのうちの1社と契約して本を出すことができた。だってそうでしょ、何もしなかったらさ何も起きねえんだよ。有名な言葉でチャンスの女神は前髪しかないって言葉がある。チャンスの女神って後ろ髪がないんだ、前髪しかないんだ。でその女神は一瞬しか現れないから現れた一瞬で前髪つかめって言うんだ。過ぎ去ってしまったら神様でもそのチャンスは捕まえることができないって言われてるわけ。だから夢叶えようと思ったら事前準備が必要。俺はこれで夢叶えるぞっつって事前準備万端にして神女神を前髪こう一度行けるようにしておくわけよ。こらっつってでやってると夢は叶えることで、お金を稼ぐ方法、夢を叶える方法を一貫することは何かっていうと新しいことにどんどんチャレンジしていくことで、新しいことにチャレンジすると必ず起きることがある。君たちも最初絶対起きる、僕もそうだ。何かっていうと絶対失敗するってこと。失敗するんだよ、だってそうでしょ、やったことないことやるんだもん。失敗して当然やで。どんな偉い人でも最初は失敗するんだよ。ちなみに言っとく、成功の反対言葉って何か知ってる？失敗。違うんだよ、答えはね、何もしないだよ。何もしなかったら成功も、成功もしないけど失敗も、失敗もしないけど成功もしないんだよ。だから失敗を恐れて何もしないっていうのが一番最悪のパターン。で、失敗って実は学びがあるの。学校教育受けてると失敗って結構嫌でしょ、なんか間違いですみたいな、でけえみたいな感じになっちゃうから嫌だと思うんだけど、でも大人になったら社会人だから失敗って大事なんだよ。失敗からしか人は学べない。でも成功する確率をかなり上げる方法は何かっていうと成功者の真似をするってことね。成功者には実は共通点があったことは分かったんだよ。3つある、それを今から、だから君たちも成功するはずだ。でも時間がないから2つだけ言う。1つ目、成功者の共通点1つ目何かっていうと成功者はみんな勉強してるってことね。勉強家であることは分かったんだよ。学校だけじゃないよ、ビジネスでもめちゃくちゃ勉強してるから、じゃないとさ、勉強して自分の知識量が高くないと自分がやってる努力が正しい努力なのか間違った努力なのかが分かんないよね。インターネットもそうや、正しい情報があれば間違ったクソみたいな情報いっぱいあるから、自分の知識量が高くないとそのクソみたいな情報に踊らされちゃうからね。実際おるよ、大人でもクソみたいな情報に踊らされてるアホな大人ってのはいっぱいおるから、君たちはそうなったらいかんのか。だから成功したかったら勉強しろってこと。もう一個、二つ目、成功者の教科の二つ目は何かっていうと読書家であるってことが分かったの。みんな本読んでんだよ、実は。で、僕も本を出した人間から言わせてもらうと、本を出すって著者の人っていうのは10年とか20年とか人生かけて見つけた真実っていうのを2時間とか3時間で分かりやすく解説してくれるのが本なんだよ。しかもたった1500円だよ、コスパめちゃくちゃいいんだよ。だからね、本を読まないっていうのは人生損するのと同じぐらい。ちなみに僕の本のデビューがめちゃくちゃいいのはなぜかっていうと、僕が10年かけて見つけた広告のマル秘テクニックとか秘密のノウハウっていうのを全部この中に書いたから。全部書いたの。なんでそんなことしたのかっていうと、僕自身が営業をやってて交渉しかしなくて苦しんで、もがき苦しんでた時あったのよ。どうしたらいいんじゃないみたいな。その時に一冊の本に出会えたんだよ。それがダイレクトマーケティングを紹介してくれる本だったんだけど、僕はそれを見てこれで突破口を満たすぞと、俺はこれやるんだって、全員反対したよね。相談する社長さんとかね、お知り合いいっぱいいてるけど、相談したらもうみんなが反対するんだよ。絶対失敗するからやめとけ。でも僕はそれをやり始めた。だから昔の僕のように困ってる人だとか苦しんでる人がいたんだったら僕の本読んで突破口を見出してほしかったのよ。だからそういうノウハウとかを有料販売、まあ昔してたんだけど、そういう販売するんじゃなくてたった1500円の本に書いたわけ。だから本っていうのは人の人生を変えるぐらいでかいパワーがあるから、
いい本を大量に読むっていうのが大切ね。じゃあなんで僕はね、その新しいことやれやれって言ってるかっていうと、10年後君たちどうなるか想像つく。10年後だ、10年後君たちはきっとスーツ着て社会人になろうとしてるんだよ。中学3年間、高校3年間、大学で4年間の10年後だ、ちょうど。10年後君たちは親のすねかじるんじゃなくて自分でお金を稼がなきゃいけないわけだ。その10年後、君たちの 65% の人間っていうか子供たちは、今は存在しない仕事についてるだろうと言われてるわけ。今は存在しない、見たことも聞いたこともない仕事についてるか作ってるんだよ、君たちは。新しいことを始める人たちの世代なんだ。だから、新しいことどんどんやれやれって言ってるんだ。で、新しいことやってると、いっぱい失敗すると思う。でも失敗したら、いっぱい失敗する人っていうのは、いっぱい挑戦してきた人だから、そういう人に成功への扉っていうのを開くから、お金も稼げるし、夢も叶えると思います。で、最後にだ。僕は最後ね、一つ宣言したい。何かっていうと、君たちに新しいことやれやれって言ってて、僕は何もしないのかっていうと、それじゃフェアじゃないから。僕も新しいことに1個挑戦します。今ここで宣言する。何かっていうと、この動画をスピーチに撮ってます。これをね、3日後 YouTube にアップする。俺も YouTuber になるみたいな。まあ早ければ明日やるわ。だからね、僕の話をもう一回見たいな、聞きたいなと思ったら YouTube で検索してね。朝日の森小学校でスピーチしてきたみたいな、そんなタイトルつけとくから。チャンネル、おお、割とね、多分ね、僕の名前入れとくと思うから、売れる493っていうやつをつけとくわ。僕のやってるコンサルのね、そういうホームページに行くやつなんだ。だから、それでやっとくわ。だから、それで検索して、もう一回見てね。で、感想をぜひコメント欄に書いてね。で、すげえよかったら、いいねボタン押してね。俺は、あれでしょ、120、30人いてるんでしょ。100以上いいねがなかったら俺は泣いちゃうからね。もう黒歴史だって消しちゃうかもしれないけど。だからね、僕も新しいことに挑戦するから、君たちもぜひ新しいことに挑戦しましょう。僕の話は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。